はい、えー、今回は脳を用いた比較球の考え方について解説をします、えー、これは結構昔からクジラ構文ですね、えー、として、えー、よく知られているものです例えば英文1を見てください「A whale is no more fish than t horse is」というふうにありますね「クジラが魚でないのは馬が魚でないのと同じだ」というふうに ほとんどの受験生は丸暗記をしているのではないでしょうかこの英語はどのように考えたらいいんでしょう実はヒントになるのは I am three years older than Tom という文ですこの比較級 older の直前にある three years という表現ですがこれは差を表している表現ですね 私はトムよりもオールだ。年が上である。どれぐらいかっていうと3歳分だけということです。実はこの英文1、A whale is no more fish than t h o r s e is という文ですね。この文においても more という比較級の直前にある no は、実は同じように差を表している言葉です。どういうことなのかというと、まず no がない英文を考えてみましょう。 そうすると「アウェイウィスモア h ィッシュザ horse is となりますね。クジラは馬よりも魚である。クジラの方が馬よりも魚に近いんだ。魚なんだ。というのがこの英文です。で、これは普通に考えたら馬が魚だというふうに考えるそんな人はいないでしょうから、そりゃそうでしょう。 クジラの方がえー、馬よりは魚だよねという最初に、えー、この前提があります、ね、そう思ってたらの、no、差がないつまりここに差がないということですそうするとこの英文は何を言ってるのかというとまず最初に馬イコール魚と というのとそれからクジライコール魚っていうのを比べてどっちが正しいって言われたら「A whale is more fish than the horse is. こっちでしょ」っていうふうに思っているなぜならばこの馬が魚だということは100%ありえない0%の話だからだ だけども、ここにの、no、差がないんだよ。ここに差がないんだよ。ということですね。ということは、クジラが魚だということも結局0%になる。ということになるわけです。つまり、ありえない馬イコール魚と比べたときに、クジライコール魚という考え方は同じぐらいありえないことなんだよ。これが、 脳を用いた比較級の考え方です。はい、えー、別の文で考えてみましょう。英、えー、文の2は、The video camera is no bigger than my hand というふうにあります。これも例えば参考書などでは、そのビデオカメラは私の手のひらの大きさほどしかない。 といいう,うに、に脳がついているる、から否定的なな意味になるそういう比較の文だと解説してあるものがありますがそれではこの英文そのものがしっかりと分かったことになりません、えー、まず先ほどもお話ししたようにビガーという比較球の直前にある脳は差を表す表現でしたまずこれがないそうすると「The video camera is bigger than my hand」となります そうするとビデオカメラっていうのはいくらなんでも私の手よりは大きいだろう。私の手よりは大きいだろう。なぜならば人の手なんていうのはこんなもんちっちゃいもんだからね。という、えー、そういう前提があります。だけど、と思ってたらなんとこの手のひらと差がないんですよ。差がゼロなんですよ。 ということは手,のひ手がちっちゃいっていうのは分かるけどもそのちっちゃい手とこのビデオカメラは差がないビデオカメラっていうと大きいもんだと思ってたら差がないつまりそのビデオカメラは、えー、私の手のひらほどの大きさしかないんだという、えーまあ、そういうギャップですね小さな手よりも 絶対にカメラの方が大きいはず,だはずなら手はすごいちっちゃいもんだからこんなものに収まるようなカメラはないだろうと思ってたらそれと同じぐらいの大きさなんだ差がないものなんだえこのニュアンスをぜひ、えー、英文読むときに大事にしてみてくださいはい、えー、3つ目ですねこれも同じことです「sleeping too much is no more healthy than eating too much」はい、えー、ここにある脳は差を表す表現でした まず取って考えると、えー、たくさん寝すぎてしまう「sleeping too much は」は食べすぎっていうのは、まあ、いろんな臓器にも負担をかけるし、えー、これはもうものすごく悪いことだ健康にとっては悪である、えー、こういうものだからまあたくさん寝た10時間寝た12時間寝たこれよりはマシでしょうと思ってたらノーですね なんと差がないんだということはこれも同じぐらい健康には悪いことなんだよって話ですはい、えー、こちらも同じことですね Relaxing is no less important than working is 考え方全く同じ考え方を使うことができますここにある脳は触ら、えー、す表現でした最初はないものだと考えてください そうすると Relaxing というのは Rest important 今度は、えー、と重要ではない何に比べて重要ではないのかというと、えー、仕事をすることに比べてはい仕事が重要だこれは大切だと仕事をするのは大切だでこれに比べたら、えー、重要度は当然こちらの方が上でしょう大事でしょうと思っていたら脳があるので差がない ということはリラックスすることも誰が見てもわかる仕事の大切さと同じぐらい大切なんだよ。ダラダラしてるのを見てないリラックスしてるのを見て大切だと思う人はいないかもしれないけど、仕事が大切これはみんなが認めるよね。それと差がないんだよっていう話です。はい、えー、さらに、えー、いろいろな例を考えていきましょう。そうするとまず英文の五番六番を見てください。 これは、not が使われているものです。これは単純な否定なんですね。例えば5番は、She is more beautiful than her sister. 彼女は彼女のお姉さんよりも美しいということはない。つまり、A の方が B よりも大きいということを否定しているということになります。だから彼女の美しさの方がお姉さんを超えるってことはないよと。同じってことはあるかもしれないけど、超えるってことはないよと言ってるだけです。 はい、えー、6番に関しても同じことで she is not をまずない形を考えると less beautiful than her sister つまり彼女の美しさは、えー、彼女のお姉さんの美しさに比べてレス少ない下だということですで not があるので下ってことはないよってことは彼女は、えー、お姉さんよりはまあどんなに悪くてもお姉さんよりはまあマシだと ましかそれ以上だっていうふうに言っているわけです。下回ることはないよっていうふうに言っているわけです。はい、それに対して脳を使っている方は考え方がちょっと違いましたよね。まず脳は差がないってことを表している。ということは、シースもビューティフルザンハーシスと彼女はお姉さんよりも美しいと思ってたら差がないんだ。この時、お姉さんはどんな人かっていうと、さっきのクジラ校文を思い出してください。 馬が魚でああるってことはありえない。つまり彼女のお姉さんが美しいとはあまり思われてないんですねそれよりはあの美しくないお姉ちゃんよりはマシかなと思ったら脳がついてて差がないということです8番に関しては Her sister She is less beautiful than her sister ということはつまり彼女のお姉さんはすごく美人でその美人のお姉さんより さすがにレースビューティフルだろうと思ったらそこと差がないということはこの場合は彼女のお姉さんは相当きれいな人だという前提があるということが大切ですはい、えー、ノットを使った比較球はただの、えー、否定 n を使った比較球は単なる否定ではないということですねえー、っとこの点を大事に、えー、学習しておいてくださいはいえー、っとこれは、えー、先ほどのような文 ではなくて、ノーモアザン、ノーレスザン、ノットモアザン、ノットレスザンというふうに、えー、と単純に数字を表すような言葉の前に使われている場合でも考え方全く一緒なんですね例えば、えー、簡単な方のノットから考えていきましょうノットは単純に否定しているだけでしたそうすると、He paid her more than 3000円 for the work 彼はその仕事に対して3000円よりも多い金額を彼女に支払ったというのにノットがついているわけですから3000円より多いことはないということは3000円というラインよりもこれを超えるということはないよということはマックス3 0 0 0円ということですからせいぜい3000円ということになりますそれに対して12番 というふうにありますね。for the work。その仕事に対して3000円を下回るということはないよということですね。ということはどういうことかというと少なくともこの3000円というラインは下回らないということ。だから少なくともという意味になります。not more than がせいぜい、not less than が少なくとも。 こういうふうに丸暗記をしなくてもまずノットをかん、えー、取ってあげて考えて3000より多いことはノットないということは、えー、とマックスが3000円3000より少ないということはないということはどんなに少なくても3000を超えるわけだから少なくとも3000円丸暗記する必要なんかどこにもないですねはい、えー、同様に脳を使った比較球に関しても先ほどと全く同じ考え方ができるので丸暗記をすることは、えー、必要ありません 例えば、He paid her more than 3000円円より多いなあというふうに思っていたら、3000円と差がなかった。この場合、テンションは下がりますよね。だから、3000円よりも多いと思っていたら差がなかったということから、たった3000かよ、しかないのかよっていう気持ちになるので、ノーモアザンはオンリーの意味になる。オンリーの意味になる。 はいえー、それに対して今度は He 3,000円円ですね 3, 円よりはまあレスザン少ないだろうなと思っていたらあ3,000円もらえたこの場合テンション上がりますよねそうすると3,000円より少ないと思ってたら3,000円と差がないんだという時の人間の心理はえー、3,000円ももらえるの as much as three thousand yen の意味になります。はい、えー、を使った比較級、not を使った比較級、それぞれ考え方わかりましたか。わ、えー、かるまで何度も復習をしてください。